まこなこです。さて戻ってきて会話やっていきましょうか。チャイ、我らのロックスターのご機嫌はいかが？今でだいたい4時間とか3時間ぐらいか。トレーニングルームは行かなくていいでしょう。話す。チャイ、会えて本当に嬉しいわ。ああ、やばかったけど全員無事だったしな。ショーの主役はあんただった。どうしてあんなに素晴らしいアイデアが思いつくの？教えたいんだけど、俺にとってもそれが最大の秘密っていうかさ。超わかる。ともかく今は超まったりしちゃって、あんたのおかげよ。なんだろうな、これ夢の中みたいな感じになってんのかな。すごいなんか不気味だよね。じゃあ行きましょうか、本来の物語の。俺がすげえってのはまあいいとして、これからどうしよう。これ多分元に戻ると思うけど。ロックスターにも休息は必要だな。さて眠りから覚めてもらいましょうか。どっか捕まってんでしょ。それで悪党をやっつけたけどどうすんの？お祝いするのは時期尚早かと。まだ目的は達成してない。命がけの行動には感謝だけど目を覚ましてよ。待って、何から目を覚ますの？チャイ、あんたコルシカに捕まったのよ。てつまり…おい！ガッ！おい！おい！また寝てたのか？ダメなんだっけ？端的に答えろ。他の奴らはどこに隠れている？てか例の AI をシャットダウンしてよ。話はその後な。なぜそれほどスペクトラに執着する？あれが何か知りたいか？ただのファームウェアアップデート、それだけのことだ。おや、誰かさんはコード的なあれを知らないみたいだな。あいつは洗脳 AI なんだよ。コード的なあれだと？ああ、そうだったね。お前だけスペクトラのアクセスが制限されてるんだった。その辺を確認した方がいいんじゃない？私はお前の相手をする暇はない。昼寝してスペクトラがどうのこうのは忘れな。なあ、明日の朝には覚悟を決めておくんだな。スペクトラがどうのこうのは忘れぬ。見てろよ、まずは逃げなきゃ。まったく、必要な時に八百屋は。八百屋、絶対来てくれると思ってた。やるじゃん。っていうか驚いたことに作戦成功だね。マジで？まさに相互依存と言えます。それでどうするの？まずはここから逃げなければ。騒いじゃおっかな。それで何だったっけ？ペパミント、ミッションリポート。
別名チャイ作戦を忘れるね。チャイ様、他者の言葉に耳を傾けることも重要でございます。俺だって頑張ってるんだぜ。まずコルシカのパスワードが必要よ。なるほどなるほど。それで？で、あんたは今セキュリティ部にいる。あ、ってことはコルシカを見つければいいんだな。は？じゃあ探してきて、彼女の居場所がわかるならね。ということで行きましょうか。仲間になるのかな、コルシカは。見た目は一番ね、なんか魅力的な感じに見えるけどね。あんまり海外の人が描くようなキャラクターじゃないから、どういうふうにこういうキャラクターが海外のプレイヤーに受け入れられてるかとかね、そこら辺興味深いけどね。あんまりもう最近になるとね、そうした区別もなかったりするけどね、海外だ日本だとかね。特に何もない。こちら側、これこっち側で、どこ行けばいい？向こう側、今引っ込んだね。で、さらに奥もあるけど、まあ、あれか、こっち側から行ってから、さらに今の引っ込んだ場所か。これタイミング難しいんじゃない？一回戻んないと。角度悪かったな。だが時間は十分。問題なく。で、HP ゲージがなんか一つ増えてるよね、段数がね。二段目に、ゲージが1ポイント。これは、認証に失敗しました。ブロックか？セキュリティレーザーを起動します。ここにも残像のレーザーがあるんだな。わあ、難しいね。どうもそのレビューちょっと見たんだけど、またそのダメだったっていう人のね、どうもこのコルシカで、コルシカだ。ウィングワンのセキュリティで何らかの異常が発生した。このコルシカがなんかやたらこのファリーで必要なね、何かをやらされて、それでクリアできずにもう諦めたみたいなレビューがあったんで、まあここは自分クリアできるかどうかでね。こっち側どういう感じにこのパリー使うのか分かんないけど、自分も音ゲーをねほとんどやってきてないから、なかなかうまくいかないと思うけど、触る程度はで当然やってるけどね。太鼓の殺人とかダンスダンスレボリューションとかね、オープンミュージックだけかやってはいるんだけど、まともに遊べたかって言われるとまた微妙なんでね。おい、そこの兄ちゃん、兄ちゃんが助っ人か？セキュリティノード直してくれんか？セキュリティノード、ボスが言うてたやろ。しかしなんでアームストロングプロジェクトの門が修理に回されたんや？おい、俺のこと知らないの？俺は…チャイ、いいから今は話を合わせなさい。俺は…つまりセキュリティのプロだし。そりゃええわ。セキュリティノードが治るまでこっからは出られへんで、再接続するまで中央エレベーターが動かんからな。そう、あれは重要なんだよな。セキュリティコードだろ。コードちゃう、ノードや。とにかく3つの部屋にそれぞれノードがあるわ。それを直すんや。わかったか？中央エレベーターが動けばリフトに乗ってコルシカのウィングに行けるはずだ。仕事を終わらせよう。最初のノードはエレベーターの奥や。上の2カ所に行くにもそこのノードを直さなあかんわ。すげえ重労働、マジかよ。ということで行きましょうか。まずここを調べられる場所、コルシカのメールにうんざりな件。どうなんだろう、パッとしたこと書いてないけど。
で、今はまだ必要ないと思うけど、チップも装備の枠がないので、ならば装備の枠増やす、これ行きたいけど数が足らない。最大で5つまで拡張できる。スペシャルアタックの追加スロットもある。あー、そう、スペシャルアタックなんか装備切り替わってなかったような気がする。こっち側、こっち側の方がいいような気がする。行きましょう。合ってるよね、これで。エレベーターがどうのこうのだったけど、行けないようにストップのマークがあるんで、まっすぐでしょ。あー、びっくりした。で、ここはジャンプじゃない。本当にやるのかよ。洗脳されるのはチャイ様だけですので、選択はご自由かと。見方を変えれば、コルシカのパスワードを入手したら目標の半分が終わるんだ。そしたら残りのボスは3人、パスワードも3つ。それでスペクトラは停止よ。サンタスさんは6ね。いや、それくらいできるって。ポーコじゃないんだから。わかりにくい。さて、セキュリティレーザー全部設置完了した。設置完了ね。目の前あるね。少し気になるが、仕事はきっちりやり、起動しない。目の前、これこの辺り全部動かなければいいけど、動かないね。まあ、そこら辺のバランスもいいのかもね。全部やらせるんじゃないっていうところが。あとダッシュがあればって感じだけどね、ここに関しては。セキュリティ部だから、セキュリティはいるよね。やってやるぜ。相変わらず X ボタンのみで全てが終わってくる。これはどう？お前の番だって。バーミント来なさい。今 S だね、珍しく。敵いないけど、おっと、侍みたいなものが。これでも普通に殴れる？なに、なんかやってくる？これガードしてる？うわ、違うな、普通に殴れるね。これダブル、イラストもかっこいいね。ほんとすごいな、センスが。分かんなかったけど、まあいいでしょう、なんとかある程度。今攻撃しても弾き返されるわ。なるほどね。相手の攻撃をパリーするんだ。有利に進めるはずだ。これ、この野郎、てめえなんか怖かね。これあれだな、今 X でもいけたな、ボタン。やっぱタイミングか、以前できなかったのは。相変わらずクリアタイムだけは早い。まあ適当でもなんとかなったんで。 HP 回復ないか。これ上は大丈夫？なんか視点が。で、これが例のノードってやつ？動機ができていないようだね。スフィアが開く瞬間にブラスターを撃てばデータストリームがつながるわ。なるほどね。ペパーミント、お前の出番だ。呼んだ？失敗してる。行くよ。これ待って、どういう、寄らないとダメだったか。つながった。他にもありそうだな。この本は何だっけか、何かを変えるようになるか。目の前
どうなんだろうな、自分ペルソナやったことないからわからないけど、多分ペルソナとかのセンスもこういう感じなんだろうなというね感じはするけどね。最近ペルソナ3が出たけど、2024年の前半にね。これボタン違う、 B で調べるだけか。いや違うぞ。うん、これは違うわ。これか。いや違うぞ、今は関係ないか。あ違う、向こう側だ、向こう側なんだけど、こっち側から多分。やってやるぜ。助けはいる。お前の番だペパーミント。絶対ちょっとタイミング悪い。上げていこうか。行くよ。うん、通った。ビートヒットが効きそうだ。ビートヒット、終わったか。一発だな今回は。ちょろすぎ。おめでとう、あんた一人でできたんだ。もちろんペパーミントさんのおかげっすよ。さっさとメインルームに戻って、うん、残りの濃度は2つよ。残り2つ。これ戻るのは、うん、普通にジャンプか、もしくは向こう側。じゃないよ届いてない。うん、届いた。うん、これ直でこっちが降りれば大丈夫でしょ。あー、なにこれ動いてないちょっと待って、めんどくさいね。うん、倒した。もう一回やるか。回復でも出たから助かる。うん、なんとかなった。うん、右側。脱出します。回復あるね。なんでこれは上行って、じゃあボタンパリーやってた一生懸命。さっさと戻るぜ。ああ、今のはそっか、ここから降りて今戻ってきたのか。次は右か左か。最初のノード復活させたんか。これで後の2カ所にも行けるはずや。ルートは2つか。好きな方を選ぶんだ、チャイ。どっちが簡単とかないかな。案内を設置してるが、どこも同じに見えるわ。こんな設計にしたん誰やね。一言言わな気にすまんわ。うん。まあ1の方から行った方が分かりやすいか。あ、違うわ。これボタン押さないとダメか。会話は？セットシールドなんて聞いてないんだけど。これじゃノードまで荷物を届けられない。うん。そしたらクビかもしれない。大変だねこのロボットも。やれマカロ。準備はいいかな？あー、これはスイッチじゃないの？こっち側か。これ時間で消える可能性ないか。あー、消えるね危ない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 。色確認しようと思って待ったけど、まさか黄色の段階で消えるとは思いもしなかった。あれだ、これボタン、そっかそっか、一回ボタン操作すればもう動くのか。で、上のロープで移動もできそう。ん、ちょっと待って、あれは上に行けるか。なるほどね。さて、ポイント得ましょう。これ関係ない。
うん、見えてないよ。だから倒し終わってる。これは黙った方がいいか。こう見えて結構遠かったりするから。これ戻ってないよね。うん、発見。アームストロング回路、チップ作成のための回路。こっち側なんだけど、どうやっていくの？通常ジャンプで大丈夫。ここ戦い？違う、こっち側だ。うん、多分倒してると思う。いやー、ほんと魅力的だな。まあ最初、まあ、そんなに合わないかなとか思ってたんだけど、見た目に関しては。まあちょっと主人公が食材な顔だけどね。他のキャラが全員魅力的に映る。まあ、こっち側からも行けるけど、下はこっちもライン出てるんでね。うん、回復アイテム。こっちも行けることは行けるけど、まあ失敗した。やってやるぜ。狙いを定めて。あ、ここはアイテムだけ。まあ来た、会話あったけど、こういうのもね見逃しそう。こんなところかな。戻りましょう。さて、こっち側。今の音は何だろう。ここら辺が段差できたとかそういう可能性もあるけど、崩れはしないか。うん、ここもジャンプ。今の失敗。今の失敗。ちょっと待って、なんかタイミングが急に取りにくくなったな。ちょっと待って。ちょっと早めの方がいいのかな。アイテム発見。ボスではないか。うん、ボスではないが敵出てきてる。どこだどこだ、こっち側先。うん、結構ダメージ食らってんね。当たってないな今。よくない。サイド呼ぶのに時間かかるから。うん、まだ割ってないよね。これ切り替えてる間も一応回復はするよね。どうだ、終わったか。まだ終わってない。うん、終わったっぽい。行くよ。狙いなさい。さて、倒したかな一体。
マカロンぶっ潰せ。助けはいる。あとこっち側でいいでしょ。なるほどね、この状態。うん、あれだな、どの状態であれになる。うん、ここで疲れてる。あれか、疲れても倒しきるわけじゃないのか、これは。まあ倒しきるわけじゃなさそうだな。あー、わかんない。この状態になればわかるんだけど。多分全然合ってないと思うけど、ちょっと待って、耐久さあとわずかなんだけど。わあ、そこで HP 出たけど、別にあの状態の時に倒さなくてもいいのか。あの状態以外倒せないかと思ったけど。危ない危ない。でどっちだ。空いてるね、この方向っていう。うん、間に合った。回復ないか、心もとない。上には特にない。回復出してくんないね。うん、こっち側はさすがに違うよね。ああ、向こう何かあるっぽいけど。これを叩くでもなさそう。こっち側か、上。いや、違う。かといってこっちでもないしな。ここ落下？なんかそれらしきところが。あ、違う、こっち。いや違うな、こっち側は北ルート。これも押せない。いや、どう考えてもこれだよね。あー、まさかこんなとこで分からなくなる。高さ、ここロックされている。いや、ここなんか開きそうなんだけど。やってやるぜ。助けはいる。どっか何かあるってことでもなさそう。ここじゃないって可能性もね、当然あるけど。ロープ引っ掛けられるところもなさそうだし、一旦戻るか。ここ戻るよね。ここで何かするものもない。でも結構戻ることにならない？これ。あ、向こう側だ。ラインあるね。いや、これ間に合わないでしょ。そうだよね。どうやって戻るこれ。いや、何？ちょっと待って、戻れじゃないんだけど。向こう側矢印あるから、01のところ。こっちか。うん、戻れた。こっちも矢印あるからな、この方向。騙されたのか。マカロ、奥の出番だ。まさか戻るのに一苦労しようとは思いもしなかった。回復見当たんないか。上何かあるんだけど、先にアイテムを。これは？あれ？ワイどうやってここまで来たんやっけ？うん、どうやって戻るんや？思い出すまであの地図は残しとかな。これか。でもこれ見てもわかんないな。ま
あー回復出してくれればよかったけど、もう一回ダメか。あー特になさそう、回復は。違う、あー倒すつもりはなかったんだけど。倒せんのかこれで、倒して回復出るんだればなんか当たり難しいんだけど、うん、ダメっぽいね。セキュリティ、うん、ちょっと分かんないけど、セキュリティ3に行けみたいな感じなのかな。上に乗ってアイテムがあるわけではない。じゃあ向こうの対応しましょうか。お前の番だペパーミント。呼んだ？うん、ターゲットが間違ってる。これはどう？あー早すぎた。ペパーミント行きなさい。じゃあ外れてる。ちょっと待ってそこまで重くないようだ。僕のパンチで元の場所に戻せる。これでも食らえ。ワンツーで行くよ。ん、大丈夫か。うん、頭脳派のはずなんだけどパワーあまりね。で戻ったのは良いんだけど、これでおしまいでいいのか。特にここでの変化なかったけど、なんか上行けそうな感じだよね。うん、こっち側よかった、戻らなくて。こっちが正解。うん、1回で成功。閉じ込められてね。中央のデータストリーム近くに出口があるわ。行ってみよう、チャイ。こっち側か。他のノードも起動しないと。落下でいいのかな、これは。落下だよね、こっちが行きようがないもんね。こっからメインルームに戻れますように。これは左右のみの方向になってる。転落注意。ここはトラップあり、触るな。この下は大丈夫か、この緑は。緑は大丈夫かいや違うわ、これで行けってことか行けてないんだけど。おお、見ろ相棒、腐敗の中のオアシス。ここなら誰にも邪魔されることはない。こんな目と鼻の先にあったとはな。従業員は平和と安全を求めている。すべてのダクト、すべての隠し部屋、未来のオフィス。ネズミたくさん。取るに足らん。理事会に提案し未来への一歩を踏み出す。急げ。単にくつろぐ場所をね見つけただけのような気がするけど、それらしいことを言っている。ダクトのくせにセキュリティ多くない。ジャンプか、こうでいいでしょ。うう、うん、まあなんとかかわしてる。ネズミがいたら報告。ボタン間違えてた。あれ？うん、到着。ここはレーザーのタイミングはこんな感じで。うん、おかしいな。まあいけるか、ダメージ食らってる最中に。もういいよこれ、このままおっと最後だけうまくかわしてる。
回復全開じゃないの？まあ、全開ではないけど結構回復したね。ウィングワン。今回こっち側はいけない。なんか常に全開にはならないな、耐久が。うん、この人。すごい、ノードを修理しちゃうなんて。あなたは私の恩人ね。ありがとう。ここか、入り口。突っ立っていた人。当たりされても大丈夫。なんだって仕事がちゃんと終わったんだから。うん。まだ修理するノードはあるが、ワイのルート案内も少しは役に立ったか。コルシカ姉さんにワイのことよろしく言うといてな。うん、これはちゃんと矢印がこういう風に案内されている。これ壊せないのか、そもそも。ペーパーミントやるぜ。助けはいる。ルート3、最初右側からデータノードのアドバイス。どうなんだろう、ここら辺ちゃんと読んだ方がゲームのヒントに、ね、なるようなことも書いてある可能性があるから。あとこのバッテリーも2つぐらいなんか持てるようなね、何かしらのスキルがありそうな気がする。くたびれてるね。このルートが見えるか。どうやってあんな上まで行けっちゅうねん。ああどうせあれやろ、そのうち勝手に治るってやつやろ。うん、ここは戦いだと思う。これでも食らう。来なさい。とっとと一体倒しましょう。ダブルリフやる。ペーパーミントやるぜ。ぶっ放せ。任せたぜマーク。張り切っていくよ。意外といけるじゃん。かわしたつもりだけど壁に阻まれてる。おしまい。でどっちだ、多分下から来たからこっち側。うん、押して、あ、どうなった、ワイヤーが使えるようになっている。もうこれ連打でもなんとかなるんで。ちょっとコルシカって他のボスと違うよな。というと、なんか普通っぽいし、スペクトラが洗脳のための AI だって言った時普通に驚いてたぜ。それは私も感じた。すぐにチャイ様を殺そうとしておりません。他のボスではありえないでしょう。セキュリティ部のボスがスペクトラについて蚊帳の外。どうやら彼女は信用されていないようだね。うん、やってやるぜ。来なさい。左側。ここ上大丈夫？稼働はしてないようだけど。うん、すまんがアイテムが欲しい。当たらないんだけど。なんなのこれ。うん、回復アイテム、すまんが。これなんか実績とかでありそうでね、これを倒す回数とか、逆に倒したらマイナスとかね。追い込んでるぞ、追い込んでるが当たらない。回復くれれば手出しはしないけど、肝心の回復が出てきてない。あ、少し売りね。
あれか、マックスまで上げた方がいいか。うん、回復。もう一体、うん、倒すことができている。これ今なんかありそうな場所、上か。お前の番だペパーミント。助けはいる？ここじゃない？この場所されてる。私に任せて。ブロックで任せられるのかこれは。どこで何すればいいか。まあ向こう側か。パカパカなんかやってるね。上に乗ってからじゃないと多分ダメだと思うけど。うん。こっち側。ペパーミント、お前の出番だ。来なさい。これ動いて稼働ができてるはず。あともう一個、向こう側。行くよ。やってやるぜ。ぶっ放せ。ここにボタンがあって、回復がないね、相変わらず。まあ最後ここか。あ、ここもブロックね。これで全部つながった。またタイミングよくボタンを押さないと。あ今回はダメか。な、早いな。ちょっと待って。ちょっと待って。タイミングがなんかおかしいんでね。な、今ボタン間違えてんだよな。あ、嘘。これ難しい。B ボタン押しちゃった。A とか B とか言われても分かんないって。あーあやだな。まあクリアできないわけじゃないけど、うわクリアできないよ。ちょっと待ってよ、何なのこれ。いやあ疲れた。ニッチ上がり。これで全部だよチャイ。早速開花の相棒のところに戻ろうじゃないか。これどうやって戻る？普通に来た道を。ああなるほどね。ここでまたハリーか。ん違うぞ。あ関係ないわ。何か上がやってくるかと思ったけど。危ない。ここで敵が出てくる。うん、ダメか。おまだ溜まってなかった。回復アイテムたくさん出たね。これでも食らう。これはどう？まだ終わってない。うん、だからこっちの方だと
ペパーミントのリロードが早いからあんまり問題にならないけど。だからずっと狙われてたけど。うん、まだ溜まってないのか。って両方とも仕込んでたけど、うん、回復またたくさん。これはもうダメージ通ってるよね。うん、今か。当たってない。これでも食らう。ぶっ放せ。上げて効果。回復今出たけど。うん。まあここになった方が分かりやすいよね。やれ、そんな俺が手をするゴマをする。うーん、焦った。危ない危ない。うわゲージ1ポイント。なんでこんな辛い戦いいつもやってんのか。でもクリアタイムはいつもやつだよね。テンポはいいはず。なんかおかしいぞ。これは下に行く。回復欲しいな。うん、これは多分見たはず。休んでんね。兄ちゃん、ストレス発散なら旧式の奴らに当たるやん。うん、これはまあ、こっち側戻るんでね。いや、ほんまにやりおったな。何を驚いてんだよ。人間どこまで信じていいかわからんやろ。おい、俺は世界一信用できる男だぜ。顔に書いてるだろ。いやー、ないわ。てか、なんでアームストロングに参加できたんや。兄ちゃん、サブカルかぶれのヒップスターってやつやろ。どこが？そのダサパン。はっきり言うけど、完全にムカついた。でも今は見逃しておく。さよか、中央エレベーターが復旧したからリフトで外に出れんで。素敵なロボ友ができたようだね。どこが？俺のズボンをバカにしたんだぜ。興味なし。ここに用はないからエレベーターで下に降りて、リフトでコルシカのウィングに行くよ。チャイ様のおズボン、私は好きですよ。サンキュー。空気読めてないけど。うん、ということでどうするかな。まあ、HP 回復考えるんだれば、こっち側じゃない。アイテム、ライフコア、あとはチップはまだ枠がない。まあ、だからこそ4万貯める必要あるのか。チップスロット増やすために、スペシャルアタック一つ増やしたいような気がする。うーん、どれがいいか。あ、いいねこれ。いや、置いた多分セットで技出せる。効果は分かってないけど、行きましょう。うん、こっち側だってんのかな。うん、これ左右は、まあ、行ったことあるところか。あ、真ん中のところが開いたのか。ダメだ、丸はプレステ4の丸ボタンだと思っちゃう。侵入者を発見しました。簡単にはいかないね。あ、敵は？助けはいる？
こっちがなんかしびれてね。ペパーミント、お前の出番だ。やんだ。終わってるか。終わってる。やってやるぜ。バイバイ。これでも食らう。助けはいる。さらに。これでも食らう。これはこれ、適当に出したらたまたまうまくいってる。うわー、押しちゃって、このダッシュの方。あー、なるほどね、フォローってそういうことね。いや、普通に猫が出てきてくれた方が可愛かったんだけど。終わったかな。一緒に攻撃すれば地面に叩き落とせるかも。一緒に攻撃するのは、まあ、このことか。これはどう。なんだろう、おとりになってくれるだけからとしたら面白くないな。ダメージ系の方が良かったけど。あ、でも回復アイテム出してくれてる。あ、早い。何かやってくる。あー、もう嫌になっちゃう。なぜそこで失敗する。でも倒せるか。よかったよかった。リズムがシーンになってしまってる。終わり。痛快でございます。次も楽しみです。あ、終わったな。なんだなんだ、まだコルシカ戦ではないのか。リフトはこの先よ。着実に近づいているね。今回いい感じだったよね。脱出したり力を合わせたりでさ。当然だろチャイ、僕らはチームだからね。まあね。あー、どうだろう、休憩とかはないのかな。ステージクリアにはなったけれども、冬休みみたいな感じではない。これ即座に言っていいのかどうか。もしまたこのワンステージ多分1週間ぐらいだと思うので、1時間続くんであればちょっと休憩しちゃうようなね気もするけど。お金がさすがに足らん。8000しかない。どうなんだろう。いいか、理由はわからんが、捕まえた不良品が逃げ出したらしい。理由はわからん。奴はセキュリティシステムの修理までしたらしい。私は怒るべきなのだが、今の気分はなんというか複雑だ。そう、複雑だ。褒めてくれたの。どうも。引き続き奴は指名手配中。見かけたら報告しろ。ということで、リフトの工事の警告。まあ、多分だけどボス戦で終わりだと思うけど、そうじゃないっぽいか。気をつけて。奴らリフトで奇襲する気よ。おい、上の奴らと同じだって。俺を知らない。ね？いや、バンダレイのスタッフ諸君、リフトに乗るのかな？せや、まだ第二セキュリティウィングへ。不良品だ。止めろ。アホか。セキュリティシステムを直してくれた兄ちゃんやで。アカメ、奴が不良品だ。よっしゃ。捕らえよ。
参加していいかな。これ続くっぽいかな。どうなんだろう。回復はいらないよね今はね。風に吹かれる俺の髪、こりゃいい気持ちだ。楽しそうで何よりね。休み時を失ったかのような。今回は間違えたか。順調に行きそうじゃん。おっと、来るよ。では行きましょうか。ペーパーミントやるぜ。来なさい。横にセキュリティ部隊、気をつけて。お前の番だ。ペーパーミント、回復取りたくないけどしょうがないか。もう普通に戦いましょう。たくさんいるね。これ変えたかったな。まあ多分どっかで変える機会はあると思うけど。多分空にいれば当たらないでしょ爆弾は。倒し終わった。今回 AAS。 工事中のため破片が思いがけずリフトの近くに飛んできます。マジで。事故による怪我に弊社の保険は適用されません。気をつけてチャイ。そういうことね。まあでも簡単だから助かるけど。これは簡単だな。わかりやすいというか、なんていうか。あ、当たってんだけど。お気を確かに、回避とは当たらないようにすることですよ。言われてんね。応援が来たよ。長距離砲。私に任せて。お前の番だペパーミント。ぶっ放す。さらに増援。ペパーミントやるぜ。呼んだ。これずっとこれやれってことか。上げてこうか。助けはいる。向こう行けないもんね。かわしてんだけどな。
いなくなったね。爆発するやつ来るよ。助言だ、避けろ。どれどれ、これでも食らう。行こうかね。やってやるぜ。これはどう。できれば向こうが攻撃やってもらいたいけど、うん、二箇所。これは攻撃じゃないからあんまり面白みがないけど。なんかやろうとしたら逆に食らうっていうね。うん、違う方向攻撃やってる。左だと思うんだよな、多分ダメージ与えてるの。うん、何これダメージ与えてると思ってたけど。ここで技を使ってもな、分身出るだけだからダメージ与えたかった。エンジョイしてるつもりだけど、トンネル長くない？第一ウィングの隣が第二ウィングとか思ってたんでしょ。工事中の区間を通過します。破片などにご注意ください。また何の工事してんだよ。さてまた当たるのか。ちょっと辛くなってんだけど。本来ならこんな全力に避けてたらダメだと思うんだけど。ちょっと待って、倒されそう。うん、ちゃんと避けないと。あ、ダメ。これ以上はなしってことで。随分食らったね。やつはまだリフトに。まったく情けない。何をしている。今すぐブレーキをかけろ。ブレーキを壊すぞ。うん、これ普通に殴ればいいか。やってやるぜ。今のでいいのか。上げてこうか。問題ないよ。うん、HP 回復。ダメージ通ってるよね。通ってないな、もう一個か。いや違うな。ちょっと待って、これどうなってる。またブレーキだ。うん、僕らを止める気だね、ブレーキだけに。そういう発言はミッションにつき1回までよ。うん、くだらんダジャレを言うなと言わんばかりの。問題ないよ。一つ壊したよ。うん、もうないよね。やってやるぜ。これはどう。あ、横やりが。さて、おとり、どんだけブレーキくればいいのか。ブレーキの方いきましょう。なんでこちらに視線があってしまう。うん、あと一つ。うん、あ、でもなんか HP 回復してるんだけど。おっと、全部勝手に倒れた。そして HP マックス、いいね。間もなく
区第二セキュリティウィングです。思ったんだが、ブレーキがなくて止まれるのか。ペパーミント、どうすりゃいい。今さら助けてほしい。チャイ、ちょっとどいてて。でも念のため何かにつかまった方がいいかも。じゃあね。うそ。心配ない。大丈夫。リフト遅れてますね。すぐに来るだろう。第2ウィングに到着しました。本当順調だった。うん、ということで、ここでまた、リザルトが出て、どうだろう、ここで休憩ができるのかどうか。第二セキュリティウィング、どうやら締め出されてるらしい。それなら無理やり入るしかない。何がある？工事現場、裏口があるかも。誰にも気づかれてないぞ。俺はこっそり。罠にはまった。やってやるよ。さて、休めそうにないんだけど。いや、まあ、多分ちょっとここでチェックポイント多分ついてると思うんで、ここで終えようかと思います。また続きここからだと思いますが、やっていきたいと思いますので、次回以降再生リストから続きご覧ください。ではでは。